ゼロ億かあ、危ない危ない、あ、もし俺に妹がいたら絶対こんなことしたいっていうことをイメージしてしまった。あつとちょっちです。はい、今回はですね、女子の部屋から脱出ゲームというゲームをしていきたいと思います。はい、こんな感じで女の子の部屋という、ゲームアプリがございます。ということで、まあ男としては女の子の部屋覗きたいよねっていうことで、僕が、まあ、だから男子代表で、やっていきたいと思います。あれだよね、女子の部屋から脱出は別にしなくてもよくない？はい、やっていきましょう。女の子の部屋からの脱出ということでやっていきたいと思います。ではゲームスタート。この作品は短編脱出ゲームとなっています。難易度は低め、ストーリーも短めですが、実写ならではのリアルな雰囲気をお楽しみください。うん、わかった。操作説明、リモコンをタップして拾う。はい、うわ、リアルだねリモコンリアルだね。絵とかじゃないんだねこれで、下のリモコンを2回タップして拡大。はい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 。お、リモコンの蓋を開けた。なるほど、そこで電池を拾う。あー、リアルだねリアルだね。で2回タップして、拡大して、あれ、どうすんの。そのまま下の電池をタップして選択。上のリモコンをタップして組み合わせは拡大。そのまま下の電池をタップして選択で組み合わせ。ちょっとやべえ、チュートリアルか。あー、もうちょっとよくわかんないけどセットしたわ。リモコンに電気をセットし、電池をセットした。リモコンを選択し、テレビをタップ。選択してタップ。ついた！何これ、女の子の部屋のモニターが。わあ、ここがユミコちゃんの部屋か。ユミコちゃんって言うんだねお願いします。僕は今、女子寮のユミコちゃんの部屋にこっそり忍び込んでいた。これ相当変態ですね。大丈夫これ。最近嫌なことばっか続いてる。バイトは大きいミスしちゃってクビになっちゃったし、ちょっと前まで彼女もいたんだけど、急に一切連絡をくれなくなって、音信不通からの自然消滅。もう何でもいいんだ、だけどいいんだ、俺には憧れのユミコちゃんがいる。ああ、部屋とか何でも物色して、もう欲求満たしてやるわみたいな感じ。さてと、いい気分になれたし、そろそろおいとましますかな。あれ、ドアノブがないぞ。ドアが開かない。入ってきた時に気づけ。それはまずい。このまま誰かに見つかってしまったら変質者だと間違われてしまう。いや、間違いではないだろう。早くドアノブを探してこの部屋を脱出しなければ。女の子の部屋からの脱出。ヒントで動画を見て、ヒントで移動ボタン、これね。はい、オッケー、やってる。いやー、これはね、もう見つかったら終わりですよ。ふふう、ちょっと、おう、なにこれ。うわ、くっさ、やっぱこういう、うわ、俺の大嫌いな、こんな感じか。 A は1、 E は5、 1,2,3,4,5 点。こんな暗号じゃなくてパンツとか落ちてればいいんだけどな。よし、ちょっと戻って。な、この袋は大丈夫か。ゴミを漁るのは失礼になるよね。いや、気になるけど我慢我慢。いや、もう部屋に入ってんだからもう何でもありだよ。もうサイコロみたいな、あー、ゲットしたの。何これ、サイコロ、数字が書いてあるね。サイコロみたいなものをゲットしました。机の下とか見たいよね。はい、ロープ。おい、何に使うんよこれ。もういろいろ使えそうだよね。タンス開けちゃって大丈夫これ。うわー、開けちゃって大丈夫これ。いきなりここは下着とかもあるだろうし、さすがにまずい。もう部屋に入った時点でもう何でも OK、 やっちゃって。こういう時こそ紳士に行かない。いや、もう紳士じゃないから、もう俺なら開く。クマさんゲット。よっしゃ、いいよ。結構なんか写真、あ、僕はユミコちゃんのと初めて出会った飲み会の写真。うわー、宅飲みしたんだ。ユミコちゃんがこの写真を飾ってくれるなんて嬉しいな。もしかしたらユミコちゃんも僕のこと、ちょっとこれ絶対捕まった方がいいかもしれない。なんてね。これキャラ俺じゃね、このキャラ俺じゃね。ハムスターでも飼ってんのかな。動物好きってもう可愛いな。なんかサイコロみたいな、あれ、ここにセットできないのこれ。セットはできないか。あ、セットできた。あ、やっぱこれあのカレンダーなんだね。カレンダー、女の人も爪には気を使わないと大変だな。ユミコちゃんはそのままで綺麗なんだけどね。なるほどね。じゃあ下行く。下行けない。うちにあるティッシュと同じやつだ。こういう小さなとこでもなんだか嬉しいや。え、ちょっと待って、どういうこと。わかりました、これわかりましたよ。ちょっと待って、一回、見つけた。ちょっと一旦待って、一旦ちょっとリモコンがあったらいいな。ここのベッドのとこにさ、あったよねこれ。これ明らかダーツでしょ。1,2,3,4,5 5つの穴があって、 A が 1、 E が 5。 A
から始まって E で終わる、なんか英語があるんだよ絶対。なんかあるんだよ。これポスターとか貼りたいな。でこう、あ、そんなところに使えんだ。うん、軍手あるんだけど。ボロボロの軍手。女の子何使うの軍手。ライターゲット。コンビニにありそうなライターだねこれ。うわ、わかっ、やっぱ何これ。うわやば。なんか色違うなこれ。変わるなこれ。やべ、ちょっと待って、今とこ全然謎がわかんねえ。やっぱくそか、これ難しいぞこれ。引き出し、鍵がかかってる。くそー、鍵がかかってるや。マジか。ドアノブを探さないで。もうドアこじゃけろもそこは。お前こんなとこなの。これは火災報知器。何これ。絵はよくわからないけど、これが高かったりするのかな。汚すのも怖いし、触らないようにしよっか。お前せっかくだからいろいろ触っとけ。もうここは4階だったっけ。窓から出るのは厳しいか。もうさすがにそれはやばい。うわ、ちょっと待って、くそむずくねこれ今のところ。いや、ロープで出たらええやん。ここロープで出やぜ。待って、これいきなりちょっと俺ヒント見ていい。これはい、ということですいません、ちょっと音の方がちょっと取れてなかったので一回つなぎ直して音出るようにしました。多分 SE だけですけどね、音多分 BGM はないそうです。はい、ということでやっていきましょう。いや、今解けるのってこれだけしかないんだよね。 A が1、 E が5だから A、B、C、D、E、 アルファベットか、もしかして。アルファベットなのかな。1、2、3、4、5だから上の BED がちょっと気になるんだよね。 ベッド。あ、ちょっと待って、 A、B、D が1だから A、B、C、D、E だから、ちょっと待って、これ順番的に言うと A、B、C、D、は？どうすんのこれ。回収してこう D、E とか、は？どういうことこれ。B、ベッドだから、待って、1回出て E が5って書いてあったから、どうすんのこれ。5回刺せばいいってこと。 A、行く戻して BC が3で、3回これを繰り返すってことかな。 C、D、D、D、4回で、5回。1、2、3、4、5。はぁ、どういうこと。 BED、BED、BED、ベッド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 見てくれ。で、1、2、3、4、5ってなってるから、うわ、全然わかんねえ。どういうことこれ。はぁ、はぁ、ちょっと引いてみるわ。机のボタン付き引き出しを開けてみよう。この机、テレビ横の棚にあるマニキュアとボタンの色を合わせて。はあ、あったね、あったね。そういえばね、あ、そういうことね。はいはいはい、透明、なんかこう、あのパープル色のやつと赤ってことだよね。あったよね、ここ。あ、これね、これね、これね。はいはい、これが透明なやつ。透明どれ、これかで、パープルで赤だったよね。はい、来ましたー。どこ、 あった、日付のカレンダーのやつだねこれね。よっしゃ、ゲット、2個ゲットしたぞ。オッケーで、オッケーで、セットしていくわ。オッケー、あれこれ変えんの。111、あと1個だね。あと1個なんだよね。いや、こいつの謎を解かないといけないから、ちょっと待って、一回ちょっともう一回見るわ。12345で、12でベ、違う、あ、234。ちょっと待って、紙ねえかな。243243ってなんだよね。243でこれを B が2回刺して、で、E が3回123回で、 D が41234。はい、上全然わかんねえ。何これ。はあ、どういうこと。ベッド254ってことかなこれ。12345で、 D が4だから12345。わかんなくねこれ。待ってどういうことこれ。どういうこと、俺絶対読み間違ってない。2D がさ、 D がとりあえず、あ、違う、 B がとりあえず2でしょ、2でしょ、で、D が4でしょ、で、E が5でしょ。245ってどう、これ普通にさ、2とさ4番目と5番に合わせるよこれ。あー、いけー、そういうことかよ。やっべ、やっぱ俺頭いいからかな、深く考えすぎちゃうんだよね。
で、カレンダーのとこに入れると、はい、来ました。で、これどうなんのこれ。え、なんも起こんないよこれ。あれ、あらら、あらら、変えれるやんこれ。あー、日付変えれるわけや。へー、どうすっかなこれ。なんか今のところなんか数字っぽいものないしな。あとこの写真に日付0412って書いてあるから、これに合わせればいいのかな。え、0412、04、あ、来た、最強。鍵です、鍵ゲットしました。鍵って机だったよね、そういえば。合わねえんかい。うわっ、なになに、え、僕と元カノの写真。え、どういうこと。僕と元カノの写真って何。あ、俺、あ、俺、俺と俺の元カノの写真が入ってる。え、彼女ズタズタにされてるやんこれ。え、ダメだ、状況が理解できない。元カノは連絡をくれなかったけど、何か関係があるのか。嫌な予感がする。遠慮してる場合じゃないな。部屋中探してドアノブを見つけ、早くここから脱出しよう。これ、ユミコちゃんが。これ、急に、え、ちょっとなんか、急に暗くならん？え、なんか急にこう、え、暗くなってね？え、暗くなってね？なんか、え、さっきより暗くね？いや、もう、あげよう、あげよう。下げとか言ってる場合じゃないよな。え、ばー、何に使うんや、本当にこれ。ノコギリ。え、他開けよ、他開けよ、他開けよ。あ、もうそこしか開かん。残念、本当。どっか探せんとこあったかな？これだな。え、ちょっと、え、さっき触れたよ、これ。うわー、え、俺の写真じゃねこれ。これ全部俺の隠し撮り写真だ。わおストーカー、わお。いや、俺の写真何使うのこれ。どこで何使うのこれ。ちょっと、この中に入るかな、俺の写真。いや、マジで、ノコギリ、ノコギリ、これに使う。ここで使えるか。使えたー。あー、ダイヤル式。一番嫌い俺、こういうの。何これ。うわー、やべ、どうするこれ。探すところからだよね。これもノコギリで切れね。炙るか。炙れねえよ。炙れねえか。どうしよう。どうしよう、考えろ。ライターをどっかで使おう。どこに使うかな。カーテンでも燃やし。ゴミ袋、匂いがひどい。なになになに。人の頭くらいの大きさ。バカ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 。え、うわうわうわ、あべな、かわいい。バカバカ、想像か。びっくりした。もうマジか。いや、起きようぜ起きようぜ。枕とかなんか入ってないか。なんか調べてないとこ他にないか。ないよな。下なんだっけこれ。あ、何もいいのかこれ。うわー、リモコンあったらいいな、マジで。リモコンどこや。リモコン探すか。いやー、でもなんかここ、あ、鳴らせよ、鳴らせ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 、それ。はい、いや、鳴って、ええ、鳴って。あ、でも、うわー、人形どこで使うんやこれ。軍手どうすんのこれ。うわー、でもな、軍手、そういうことか。それに使ったんやな、ノコギリにな。うわ、マジか。ちょっと待って、どうしようかな。どうしよう、マジで。うわ、釘取れないのか。うわ、写真すらも回収できない。マジか、どうしよう。うわ、何もねえんだよな、くそ。うわ、マジわかんねえ、どうしよう。うわ、ぬいぐるみどうしよう。ぬいぐるみどっか置けねえかな。この上調べられない。窓から逃げるな、さすがに高すぎるな。俺ロープで逃げられへんやん。なんかないか、なんかないか。ティッシュ、このティッシュケース、これうちにあったやつだ。ああ、だから俺を恐るにしたのか、これ。なんでここにあるんだよ。え、なんて、ちょっと燃やしてみるか。このティッシュケースのやつ、これうちにあって、あー、そういうこと。え、俺ん家に入ってるところ、これ やばくね。結構楽しい脱出ゲームかと思ったよ俺。やけにリアル。何これ、この爪やけにリアルだけど。うわ、マジか、もう調べられなくない、これ。調べつくかとか。ちょっと待って待って待って、今なんか今いなかった。いる、なんかいる。どこを持ってそうだ。いやいや、いなかったやん、さっき。ロープでうわ、どうするこれ。どうする、炙るか。無理やん、これ。なんで雲降りるん、これ。どうすればいい、どうすればいい、これ。ダーツ、刺してさ。どうしよう、どうしよう。なんか、軍手手に入らない、これ。うわー、ちょっとわかんない。ちょっとヒント見ます。熊を調べてみよう。アイテム欄の熊を2回タップ。拡大された熊をすぐにタップ。うわー、そういう感じか。うわ。あーい！はいはいはい、これ組み合わせる、もしかしてロープと。はい、来たー。今すぐ雲のところで、これ行きましたね。で、もう一つ鍵があったあの机のとこに行こうか。で、これでこう。あ、何ちょっと何、おい、指の作り物だ。いや、そうでやってくれ、マジで。うわ、血がついてる。血痕がついてるよ。結婚だけに結婚。
これ俺が元カノにあげた指輪だ。おいマジかよ、お前ちゃんと見よう。うわっ5263って書いてある。これあれだろ、ダイヤルのやつやろこれ。5263。うわやべ、あーびっくりした。え、 LINE なんだけど、あれなんで私、あー鳥肌やべー、嬉しいね。やっぱり私のこと好きだったんだ、私も大好きで。うわーやべー、すぐ帰るから待ってて。やべ、あ、せっかくだからそのまま一緒に住んで。なんでまだそれ早いね。あー嫌とかじゃないよ、俺はそっちの方が嬉しいし。でもどうせって憧れて一緒に帰ってた私なので、私はどこに住んでるのか、これで特訓しました。あー帰ったらいつも好きな人を待ってくれて考えるだけで幸せだ。あー邪魔するここは片付けておいてるから、これがずっと一緒にいれる。鳥肌やべー、やべー、なんで僕のいる場所がわかるんだ。邪魔する子って元カノのこと、早く脱出しないと。お前そもそもなんでこの人の部屋に入った、そこがもう過ちだよ。ちょっと待って、何忘れちゃった番号。5263か。あ、開かない、嘘、5263だよね。5263、あれ違う、あれこの番号じゃないの、なんでなんでなんで。3625とか。え、なんで違うの。え、うわ何これ、うわ何これ何これ何これ、いろいろ俺も調べ、あ、これは関係ないか。何これ何これ、うわやっべ全然わかんない、これどういうこと。指輪、これ指輪かな、指輪をこうやってるから。え、やっぱり数字がこっからとかじゃないの、3625じゃないのこれ。開いたー、あー、あ、もう出れるやんこれ。いるんじゃね、いるんじゃね、いるんじゃね、なんかいる、なんかいる、絶対これ死ぬやん、死ぬやんこれ、死ぬやんやん、これ開けたらなんかいるやん。おい、わかったわかった、これマジで、これ選択過ちやん、これマジで。これ言ってたらゲームオーバーのやつやん、これ謎解いてないよこれ、こういうやつとか。おい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 、え、ねえこれ謎解いてないよ、出たらこれ死ぬやつやよこれ絶対、ゲームオーバーなるやつやんこれ。うわ、なんかないか、なんかないか、なんかないか、ここに。いやいやいや、あんなの出たら死ぬって。なんか調べるもんないか、おい。いや、なんかないんか、なんかないんか、おい。うわ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 、どうする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 。いやいやいや、これリモコンの謎も解いてない、これリモコンあればな、リモコンどこにあるんやっていう、いろいろ謎解いてないよこれ、あんま。ねえ、いや、いるやん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 、いなかったやん絶対。いや、てか入ってこいやん、もうなんで入ってこいんねん。うわ、ちょっと待って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 、やばい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 、うわ待って待って、ライターどこで使うんやこれ、待って待って待って。いやでもこれはこれは指輪でしょ、多分数字をこう読むってやつでしょ。ライターどうすんのこれ、ライターどうすんだこれ。あ、わかった、もうこれしちゃう。そうだ、火災報知器に火をつけて、火を向けて、あ、来た、警報の音が寮に鳴り響く、助けを求めて火事です、速やかに避難してください。え、火事、え、ここが燃えてんの。ドアの外が騒がしくなり、他の部屋から次々に人が入ってくる、とりあえず外に出よう。あ、ほら由美子、早く逃げよう。あ、由美子、やっぱり由美子だったんだ。あ、うん、ドアの外の人影が消えた、今のうちだ。オッケーオッケー、出ろ、やった、今のうちに。あ、避難の騒ぎに紛れ無事に脱出することができました。やっぱ出たらダメだったんだ、あれ、あれからリオには近づいていない。その後由美子ちゃんは何もなかったかのようにいつも通り振る舞い続けている。元カノとは連絡が取れないままだ。あの時部屋で見たものは何だったのか、元カノのことを確認したいが、臆病な僕はこれ以上何か起きることを恐れ未だに何もできないのでいる。よっしゃー、はい、というわけでですね、女の子の部屋からの脱出ということでですね、最初はね、本当にちょっとなんかな、あのね、興味本位でやってはみたんですけど、まあ、女の子の部屋見たいしね、そこからね、女の子の部屋ってなんで脱出しないといけないのかとか思ったりしてたんですけど、まあやっぱり怖いですね。皆さんもですね、女の子の部屋めちゃくちゃ興味あって、覗きたい、入りたいと思ってもですね、入ってはいけません。やっぱね、他人のね、やっぱ、女の子の部屋とかね、彼女とか妹以外の部屋は入らない方が、よろしいかと思います。当たり前や。はい、ということで無事脱出成功できてよかったです。
皆さんもですね、ぜひぜひ他のゲームもやってみてください。それではこの動画面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。7つの大罪情報コーナー、イエーイ。グデタマと7つの大罪がコラボ中。戦うのがめんどくさくなった7つの大罪キャラクターがこちら。うわ、めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛いね。書いたセリフもめっちゃ可愛い。確かに確かに。知れねえってたり。やば。知れねえって誰？違うよ、もっとダラダラしてる。知らねえって誰？まあそういう系なのかね。へえ。エスカノールで最後のグデグデ。確かに。強い。やばい。めっちゃ可愛い。じゃあ今回はこのキャラクターを使ってグッズを考えてみよう。なるほどね。もう思い浮かびました。おお、はい、キャラ絞っていいんでしょ別に。ああ、絞ってもいいんじゃない。そういうことであれば私は、はい、でも私はどのキャラでも、あ、そっちタイプ。なるほどね。はいはい、いきますよ。はい、私から。はい、こちら、人をダメにするソファーの、おお、このキャラクターバージョン。なるほどなるほどね。ここに座るの。あのね、こういう形が保たれてんだけど、全部ビーズクッションなの。あー、なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。なるほど、ちょっと私も近いかもしれないけど。お、似てる。近い。いきますよ。はい、じゃじゃん、抱き枕。かわいい。こう、グッキッときれいに。うまいじゃん。うまい、ほんとに。え、うまい。そう、結構でもかわいいよね。いいじゃん、いいじゃん。うん、バンの抱き枕をもう持ちながら眠ってる私。てか、バンのがでかいんだよ。あ、ちょっとでかい。さあ、そう、抱き枕なんだけど。ああ、なるほど、いいじゃん。キャラクターの特性を使いました。はい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 。こちらです。ドドン。メリオダスリベンジカウンタースクイーズ。はい。ということで、まあリベンジカウンターっていう技がありますよね。あれって結構相手の攻撃を受ける技です。はいはいはい。で、だからこう人がね、こうイライラした時にさ、こうスクイーズって結構さ、こうストレス発散道具じゃん。はいはいはい。あれは壁とかにピタッ、ピタッみたいなね。あ、そういうことね。なるほどなるほど。あの、よくある卵とかのスクイーズのメリオダスなんだ。なるほどね。てかっけ、あっさ、絵がうまい。嬉しそうだね。嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。嬉しそうでしょ。ストレス発散する。なるほどね、スクイーズね。最近流行ってるもんね。そう、これはね、あの子供とかに大人気。あー、確かに確かに。はい、ということで、採用されるかされないかまだわからないですけども、どんなグッズが出るかはお楽しみに。チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。応募は下の概要欄からできます。よろしくお願いします。